パークが、はい、あと、え、何日、まあ、明日ぐらい、え、デジタルワークが1年4ヶ月ぐらい、ホームページがなんかアクセスできなくなってほったらかしになってたんですけど、1年4ヶ月ぶりについにデジタルワークのホームページがリニューアルされて見えるようになるんですよ。誰って、あ、ごめんなさい、あの AV メーカーの話な、話やねんこら、まあ、アホがもう早い11月の日付見せよ、まあ、そうそう、22からやったあれです。え、22って水木金土ですよ。あれ、僕22って言いましたっけ。23じゃない、23か。ちょっと待ってくださいよ。いや待って、仲良し、ちょっと待って、ヘルちょっと待って、ツイキャスの人をほったらかしにしながら、うん、あの大丈夫大丈夫、よう訓練されてるから、これでどっか行くんやったら、ね、それまで、あれ、ここに俺置いて、あ、じゃあ手帳に俺書いてるわ。え、いや、僕 LINE の履歴見ます。せや、 LINE 見たい。大丈夫、僕見てる。見て、そしてうんこがたくさん出てるっていう LINE 来ますからね。見てください、ほら、え、見えるかな。何ですか、見えるかな。あ、見えへんな、しゃあないな。待って、ほら、僕、あの見えるかな、ほら、そしてうんこが出てるって言われて、僕嫌になって、僕行くのやめますって。22やないか。あ、22か。22やないか。22やったら水曜。あ、じゃあ平日でしょ。平日なんじゃない、土平日でしょ。全然いける。僕22の昼でしょ、多分。昼公演でしょ。昼公演でしょ。昼です。22は平日、23勤労感謝、僕らが一生感謝されへん日だよ。23も仕事だよ、まあ、みんなガンからの準備ができたぜ。行こう、はい、行こう。またシフト上がったら連絡しましょう。24は、ありがとうございます。お休み、彼氏も休み取れるか聞いています。はい、え、じゃあ24も KY 咲くんでやったら、僕24がスケジュール空いてんでやったら、僕24も行きますよ。なんだそれ、おもろいから。なんや、おもろい、ありがたいけど、おもろいから。よっしゃ、ぜひぜひよろしくお願いいたします。25もう月曜でしょ、多分僕、え、月曜じゃないでしょ、25は。25は土曜日ですよ。そうだって、22が水曜で木金土ですから。ほら、25スタオチはしなさんな。24やったらまだ金曜でしょ。でも 24が金、あ、じゃあ金曜は平日でしょ。じゃあいける。そうですね、じゃあいける、いける。もう全部行くぞ、全部行く、全日行くで、もう全日。 ありがとうございます。いや、ありがたい、ね、お金なかったら貸して、全日行く。お金なかったら貸して、買っちゃうとか。そんな、いや、まあ全然ご招待も、いや、ご招待なの。貸す貸すから返して。わかりました、貸すから返して。貸すから返して、どういうこと。俺が貸して、どういうことになってる。お金貸して僕チケットもらう。まあそれがね、11月ですから、まああと1ヶ月ちょっとありますけど、うん、本当にお早めじゃないと、結構前の方の座席とかはもうバンバンに埋まっていって、後ろの方になっちゃいますのでね。面白いんですか。うん、面白いですよ、ほんまに。いろんな師匠が、師匠方は、正月の公演、はい、死ぬほどおもろかったから。でも、ね、もう正直朝寝てなかったから、ちょっと途中寝たけど、あの疲れから来る過労による気絶、あの睡眠じゃなくて気絶っていうのがあって、あの、よくないです。僕たまにあの映画とかもそうなんですけど、見てる途中で気絶するんです。いや、映画は非常にわかる。さあ、それ、もう僕も何回座椅子のところにこうなってるかわかんないですよ。ティッシュ片手に持ちながら。え、しこってる。しこってた。違う。しこった。鼻噛んだ後。なんで鼻噛んだ。鼻噛んだ後もそのまま。しこった。しこってる。そうなって。簡単に。あなたのツイキャスですよ。大丈夫ですか。いやこれであかんねやったら。コシコシ言いやがって。コシコシ。これであかんかったらみんなどっか行ってるでしょ。いや、そうだ。でもやめた方がいいと思う。ヘルさんがおらん間ずっとこんな話ばっかりしようから。こんな話ばっかりしようから。あかんね。人気取れへんね。いつまで経っても。映画のね、映画の2時間ってね。はい。
まあ好きな、なかなか好きなもんじゃないと食べられない。まあね、そう。あ、ハイアンドロー天王寺で昼の2時からやってますよ。どういうこと？ああ今映画ね、うん、行きましょう。カネダス、カネダスコブラさんが生コンドマされる。生コンドマされるあれ、あんなんしたらあかんやん、死ぬよその後無名街爆破セレモニーもやってますから。ボボボボボ、あのちなみにスモーキーがなんかあの予告編で見たら主人公みたいな感じなの、白髪にされるっていう。なんなんあれ。こちらのねハイ&ローザムービーでは無名街あ燃やされてますから。もう無名街何回も燃やされるってことですからね。明日見に行きますけど、何回もって、ね、僕明日見に行きますけど、見に行くんですか明日。今日はちょっとあれ、用事があって見に行けなかったんで明日見に行きます。引っ越しも近いんで行けたらヘルさんに DM 送っていいですか。ああぜひぜひ。あなたらヘルさんの KY さんに DM あの詳細送っといたらいいんじゃないですか。そうですね、真面目なの今送っといたら、うん、今詩吟や浪曲は正直あの歌舞伎とかと真面目な話ですけど、正直ほらストーリー分からへんかったら、うん、寝るい寝るいよ寝るいじゃあ眠い眠い眠い寝るいだるいよ正直。だって僕もやって四谷怪談も正直分かって話が分かるからこそ伝わるところもあるし、うんまあね、こういうものかみたいな感じのであるからあるから全然あるんで。そうそうそう、だから逆にだって急に浪曲歌われてもなんか国定忠治の話かどうかも分からへんかったらもう終わりですからね、うんうんうん、マジで終わりやから。あんな顔面がうわーって笑ってもチャペルクリスマス、ちゃう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 見に行ってるやんか。見てる見てた。皆さんこれがチャペルクリスマス。スノーマンズはないんかここら辺には。違いますよ、あるあるスノーマンズもある。じゃあスノーマンズのネタです。知らん。ラブホ巡りはしてるわけちゃうねん。AV 巡りしてんのに。 AV 巡りはするね。 AV 巡りするの。僕本当にね、はい、1週間に1回は、はい、新しいのが出てないかを確認しないと気が済まない。中古の中でね。中古の中で新しいのが出てない。分かる分かる。僕もだってブックオフ最近3日に1回行ってるもん。急に誰や誰やお前は。ああああああ買い取りの準備ができたぜ。お客様、一番のお札をお持ちのお客様。あ、いかだいかだ、あゆかだ、あゆかだ。買い取りが済みましたので。すっげえ機嫌悪そう。買い取り査定の、あの買い取り査定してくれる時、はい、人大体機嫌悪いからすごい申し訳ないけど、もうアタフタしてるよね。なんか正直な完全に取れたフィルター取れた。これでポッティッションつけないでしょ。これいらんやん。もうそれいるでしょこれ。あ、つけるの。つけるのかよ。骨つけれるのかよ。買い取り査定待ちしてる、うん、買い取りマックスの中のお客さん一発でわかる、うんうん、だってまず買い取りマックス行ったら絶対そのね、はい、セクシーなジャケットをたくさんこう確認するわけだ。はい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 。買い取り査定待ちの人は買い取り侍は買い取り侍はねえ、大体ヤイさん何したんですか。いや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 みたいな。いやいぎりをしました今。でさっきのパーンって開いて中の CD を。え、中の CD 見るんですか。いや匂い嗅いでる。気持ち悪いわ。気持ち悪いよ。何したん。匂い嗅いで、あの元に戻します。シャシャってやってこう。それ誰これは誰。これは買取査定員。買取侍です。え、買取侍。買取侍はどっち。買取ってもらう方、買取る方。どっちや。買取侍は買取ってほしいから、はい、買取マックスに行って買取査定待ちをしてる侍です。買取侍。それは買取侍。それが買取侍。買取侍で買い取られ買い取る侍。買い取る侍。買い取る侍がいる。買い取る侍。買い取る侍は
こうやってこう買い取る DVD をこう睨んでむやシャシャまた部屋に抜きでパーンって割る。いや、 やっぱり匂いかい。いや、匂いかかなくていい。匂いいらないでしょ。匂い変わりか1000円高い。1000円まあまあ高いでしょ。だって、いや、ちゃうよ、ちゃうよ。だってジャケットなんで開けたら、なんで開けたら、なんで開けて臭いか臭くないかあんねん。ちゃうじゃん。だって他の人大体みんな黙って DVD プレイヤー見れてんのに、匂いなんか映るかよ。まあ何言うとんねん。侍には大事なこと。侍にはね、買い取り侍も買い取る侍も、もうそこで決まるから。持って行って、じゃあ買い取り侍が買い取り侍が DVD 持って行って、買い取る侍に渡して、すまぬがこれをよろしくお願い頼む。シャシャパーンって、あいつみたいパーンから、せいえお願いします。はい、VR ネタにお茶どうぞ。どういうことやってお茶ザーンですよ、これ。あっザーンあれあ、VR の準備ができたぞ。それそこでやってるじゃないですか。ビデボやってる。すぐ近いところにね。でも1回は体験してみたい。それ実際どうなんかね、僕も聞いた話でしかないから。一緒に行きましょう。VR 体験。VR 体験。VRAV 体験。僕もああいうところに行ったこともないですよ。試写室。ない。あ、ない。はい、あ、逆にカラオケ行ってる前ちゃうんじゃない？え、カラオケ行ってる前じゃないんだ。試写室ツイキャス、試写キャスするの試写キャスできるんかな。向こうさんうるさいって言われるよ。でもあれでしょ。でもほら、それこそ横の人からドンドンドン、どうですか、ドンドン、誰なんだい、どんどんと言います。殴られてるし、どつかれてるやん、痛いって。いやでも本当うるさいやついますよ。だってあの準備ができたぜって。うるさい外国人のやつやないですか。店長が送ってきたうるさい外国人のやつやないですか。相手方の外国のお姉さんがなんかこう撫でる。もううるさいからそれ。はい、腰。今シッと。今シッと。途中若干ジーザス。若干のジーザスが入ったり、怖い。いろんなことが起こる。もういきなり忙しい。いろんなことが起こりますね。気ぃつけなあかんよ。そんなんやってる場合じゃないの。何？ダメ。それなんですか。リンゴ。違いますよ。リンゴ。今のはこうカットするためのこう。ああ。何を？店長。大丈夫、まあ何の声か分からんぐらいに叫んでるからね。そう怖すぎんねあれは。そう大丈夫ですよ。びっくりするからやめとこう。日本平和大丈夫。あれ、あの音声データだったら大丈夫。まあそうですね。 YouTube にもありますから、うん、なんなら YouTube にあの大事なとこは映してないバージョンもあるから。大丈夫ですやめとこう。じゃあ40でも6分くらいまで。46分くらい延長してカットしましょう。46分くらいまで。でも確かに、VR 体験は面白い、ね、しましょう。だって確かあれでしょ、それだけしか置いてないわけじゃないでしょ。ああいう場所って。まあね、確か普通のジャッキーの VR とかあるんかな。
いや、チャッキーがカンフーしてるシーンが見放題。そうそうそう、あるんかな。あ、でも VR 用にやらなあかんから、それはないか。そうそうそう、それはだってそれはジャッキーそのものくらいまでいかなあかんから。でもジャッキーがあの落ちて、あのほらあの屋根から屋根に落ちるシーンを VR したいかって言ったら僕嫌ですよ。怖い、めっちゃ怖い。めっちゃ怖いけど、え、VR ってその人になるんじゃないでしょ。ガッシャー。いやいや、そうやけど、店長落ちていってるけど、落ちる落ちる落ちる、3回分くらいまで落ちるんでしょ。だからそうそうそう、いや VR ってそれ見てるんじゃないの。でもその人の目線になるんでしょ、だから VR って。そういうことでしょ。 そうやけど、だから、それ落ちてるのを周りで見てる人の目線になるんじゃない。でもできる、それはできる。本人もあんの。本人でしょ、大体。だって AV の VR 大体本人じゃないですか。本人やけど、それはでも、いやでも第三者でこうやって見れるっていう VR ないですよ。VR 侍。VR 侍や。一緒。さっきの一緒。何聞いてんの？マジで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 何聞いてんの？答えて！答えろや！カツモ。何だって。いや VR の中でずっと目つぶってこう。で終わってカツモするんです。ずっと目つぶって見ないっていう。見ろよ。VR 侍は。見とけよ。VR 侍は見ない。見とけよ。音声だけで楽しむ。すごい根性あるな。終わったカツモ。返す。それで返す。持って帰らないですか。持って帰らない。それで満足して帰る。満足して帰ります。あの買い取り侍も買い取られ侍も VR 侍も青ばっかりですよね。青ばっかりですよ。いいですが青ばっかりですよ、マジで。大事なところはもう大事なところを省くというか、省き大事なところをあの要しないから、欲しないから、はい、どんどんハングリーになる。いらない。おわかや、本当に欲しいものはいらない。本当に欲しいものは見ない。なんでも買うけどね。買うからね。え、待ってください、さっきの活目は買ってるんですか。活目言ったら買ってるんですか。活目はでも死者室侍である。あ、死者侍だ。死者侍でありながら VR 侍だ。死者侍。そう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 、死者 VR 侍やね。そう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 、だからどっちも、うん、普通のノーマルバージョンでもあの目つぶってますから。活目活目。じゃあ買い取りマックスによる買い取り侍も買うんですか。買います。買いますけど、家に帰って DVD 再生して見ない。わっ、仮装で、またそれをこう買い取り侍のところに持って行って、待って、もう気が気ではない。その間に棚に置いてる中古の DVD をシャバーンって見ない。返した後にガツモク。いや、絶対分かる。匂いで分かるんですか。匂いで分かる。侍は匂いで分かるんですか。何々ジャンルのものだな。お主、何々ジャンルのものだな。返す。それを匂いで感じて、で返す。返す。見ない。基本見ない。変わんない。買っても持って帰って DVD 入れて。ああ。わって勝つも。シャシャ。買い取る侍のところにこう急いで怖いっすよね。つまって。その間ジャケットのこれか。シャシャ。開けれるんですか、ジャケット。開けれます。マジで。だって居合抜きしてるから。それをまた戻す。なんか分からんけど戻す。シャシャ。居合抜きの綺麗がすごいから、あのパッてやったらあの戻る。綺麗になるから。何これ。
切れてるはずやのにすぐパンってやったらすぐ戻る。すごいすごいルローニケンシンで見たやつや。大根切ったのにすぐくっつくやつや。切ってすぐに戻すやつや。そうそう。それが買い取り侍です。もうやだ、しんどい、マジでしんどい、マジでしんどい。買い取り侍、買い取り侍編、買い取り侍編、うん、買い取り侍編も買い取る侍編もあるから、うん、買い取ろう、買い取ろう。あと死者侍と死者侍と VR 侍、もうちょっとあの友達に教えておくので、買い取り侍と買い取り侍、買い取られた買い取り侍、買い取る侍、死者侍、VR 侍。それは結局、侍であれば全員なれる。全員なれます。こんばんは、楽しそうだな、楽しそう、楽しいですよ。よかった。もう、あどうも、ちぐねこさん、どうも。悲しいけど、はい、僕らが VR 侍って言ってる間にコメント一つもつけて安心してください。あーよかった、見てた見てた、レディーは見てたから全員レディー置いて帰りました。一応見てはる。だいぶ中さんは今まだにずっと考えて3週間前のネタをなんとか思い出そうとしてます。せが寝てる、せが寝てる。あー今日は紙枠ですか。いや VR 枠です。今日は VR 枠です。今日は VR 枠です。あ VR 枠です。皆さんの VR、 VR です、はい、VR、 皆さん VR です。皆さんでも VR 見るときに見ないでくださいよ。だからあっかっわたかっ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 見たら帰る。見たら帰るんですか。帰りますよ。死者侍はカズモイザッてやってそのままお会計して帰るんですか。帰りますよ。ええ見てないけど。男の本会は死者室では果たさずに終わり。あだからそういうのを目的で言ってないですから。えその良くするものを自らその良くするはずのべき、よくするはずべき場所に行って よくしない。すごい難しい侍や。アホや。自ら旗から、いやもぞもぞしてる、もぞもぞしてる、我慢してる、我慢してる。結構これ走ってるんです。死者室に向かって走ってるんです。死者侍は死者室に向かって走ってるんです。どこからどこから、家どこですか、家どこ。大黒町です。距離ある千日前近くの、あのアムザの近くの近く、マルハンと視界路の間に挟まれてる。視察に向かって殺してくれ。マジ熱い、熱い、帰ってきた、熱い。シャシャンシャシャン、あ、来た、あ、これだこれだ。でパッパって渡して、で、向こうの死者侍、死者侍店員さんもこう死者侍、死者侍、イヤホン、イヤホンとかこうパッパッパッ、早い、さすがや、死者侍は早い。ただずっとこれで待つ。でも死者侍も早く部屋に行って死者せなあかん。シャシャ切ってから中開けて、またこう、ジャケットを見ろや、ジャケット見ろや、ほんまに終わった。カズモ3500円ぐらい。待って AV1 個をまるまる見るってことですか。本番そうですよ、ずっと再生して、言うたら4時間スペシャルとかあるじゃないですか、はい、あれ4時間黙って8時間8時間黙って聞くんですか。長いから3500円でなんとか。これでなんとか8時間放って、これでなんとか3500円。死者侍店員さんも分かったって泣いてくれんねや、泣いてくれんねや、ロッキー。8時間もで、それでまた家に戻って、で今まで見た DVD をパッ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 ってまとめて、こうそれでこう買い取る侍のところに、今度は買い取る侍のところに声で頼むって言って、買い取る侍のところにシャ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 パッ4500円よかった、これで1000円プラスになった。
に儲かってる。すごい儲かってる。これによって死者侍も生計を立て、買い取る侍も4500円で新たに買い取り侍のためにDVD を並べ並べ、世にいる侍たちのためにみんな働いて、他の侍のために提供すると、提供している。侍の夜明け侍の夜明けです、はい、バーカセイントが、はい、楽しい、はい、この人のアホやなと思いながら、あ、もう59分になりました。え、どうしよう、ね、もう、え、どうしよう、次枠いる、次枠は行かない行かない、じゃあ告知して、急いで急いで、巻きで巻きで、10月の、はい、22日、はい、日曜日、はい、地獄の遺伝子単独ライブ、99回目の単独ライブ、11月22、はい、11月じゃない、10月、今週、はい、100回目99、はい、90、ナンバー白芸で夜の8時から1500円でワンドリンク付き、はい、お笑いライブやります、はい、終わり、11月にカンカラ周年17、18にやります、スカイス周年ご視聴ありがとうございました。またよかったらね、こちらの方でチャンネル登録、あとはあの次のおすすめの動画とか上げてますんで、よかったら見てやってください。どうもありがとうございました。